松平安鹿は、室町時代初期の三河国の松平氏の第二大当主と、される人物。荒井白石の、反官府や、官西重州諸家府などには、松平鹿志士の着手として生まれ、イボアには、坂井博親とする系譜が記されている。安鹿の息子としては信弘、信仰がいるとする。しかし安鹿は、松平氏初代の親氏のおじか、弟とも言われる。 徳川家父によれば、安地家は、親氏の弟で父を、徳川親き、その子にはますます親、久し親があり、老いの信仰を養子にしたと伝える。また、関営所家系図伝、関西重修所家父によれば、ますます親、久し親の他に森久、内広氏があるとされる。愛知県岡崎市、鴨田町の大樹寺内にある松平安代墓の、松平安地家の墓親氏が、 松平号に里式城を築き、近隣の諸領主の平定に乗り出すと、安近は親氏を助けて活躍した。親氏の死後、家徳を継承して、松平氏を近隣十数家村を領有する有力黒人領主に成長させた。松平氏が、ぬかた郡ん岩津を占領し、西三河の平野部に初めて進出したのは、安近の時代とされる。 安地下の後を継いだ信仰が、岩津松平家を継承し、岩津に居城を移して、本格的に西三河平野部を平定していった。一方、松平郷は、信仰の兄、太郎左衛門信広が継承し、松平郷松平家の祖となった。上述したような大親の自力については、後世の徳川氏、松平氏の主張によるものに過ぎず、伝説の息を出るものではない。 松平氏創業の二代、親父と安地家は同時代の資料にその名を乱すことができず、実在を疑われてもいる。ありがとうございます。